別に大島までなんかせんでいいんだけど、大須賀ってね、その秋とか旅人ちゃんの真似してるわけじゃないし、アニメが一応アイデア自体大須賀が一番先っていう説もあんねん。で、真似されたものもスタートして、それはまあいいとして、多治見とかのね、大須賀の真似しても仕方ないっていうのはまず基本的に大須賀門前町でしょ。門前町っていうのはもう絶対人の流れがあって、門前町プラス商店街に行ったら絶対高齢者がね絶賛で来るからね、そういう土壌があるんだよね。で、まあ、あるいは電気屋と中心、電気屋中心とした有料中堅がひしめいてるわけで、その外には町工場ずらりと技術がホースの親方であるとな。だから結局ゲームのアニメの親方は技術、そういう理解になった境方を知ってるの。だから初めて簡単にアニメとかやってもしゃあない、絵付けのね伝統は多治見はあるけどね、電気産業がね外資が来たとこだし、もともと多治見が日本外資のサントリークラブだったんだね、それで工場に持ったんだね。だ別に電気産業の伝統は私にいいよね、こっちはむしろ大阪よりこっちの電気産業の人か、そういう技術も私があるから、アニメのゲームもそういう電気産業から見た子供とか孫に見たらやる気にかなって、そこはやっぱ自然なこっち、もともと門前町で家具屋がおったんです。この町の真似するのは至難の技、まあできへん。でも今の話絶対参考になるぞ。せやろ。